5月11日に開催される WEC ・世界耐久選手権第3戦スパ6時間レースのエントリーリストが発表された。この中で、注目すべきはハイパーカークラスのアルピーヌ35号車のドライバーとして、フェルディナンド・ハプスブルクの名前があることだ。ハプスブルクは3月末にアラゴンで行われたプライベートテストで大クラッシュし、腰椎を2箇所骨折。 今は医師からレース復帰の許可を待っている段階だ。アルピーヌのチームを運営するシグナテックのボスであるフィリップ・シノーは、今週、フェルディから良いニュースがあることを期待していると語った。できるだけ早く、我々と合流できることを願っている。彼の環境は、個人的な面でも、医療的な面でもとても良い。WEC 第2戦が開催されたイモラで、 ベルギーでハプスブルクが復帰する可能性について尋ねられ、シノーは決断が間近に迫っていることを示唆していた。今週末にはもっとはっきりした見解が得られるだろう、と彼は述べた。エントリーリストに名前があるからといって、ハプスブルクが必ずしもスパでアルピーヌのマシンに乗るとは限らない。スパの1週間前にはヨーロピアン・ルマンシリーズ、エルムス、ノポール・リカール戦があるが、 そこでハプスブルクがドライブする見込みはない。今月初めにバルセロナで開催されたエルムス開幕戦では、WEC ではチームメートであるポール、ループ・シャタンがハプスブルクに代わってクールレーシングの折れ替える MP2 に乗り込んだ。先週末の WEC イモラ6時間では、アルピーヌの公式リザーブドライバーであるジュール・グーノンが代役を務めた。シノーは、ハプスブルクの事故はドライバーのミスではなく、 マシンの問題によるものだと認めた。我々は調査を続けているが、技術的な問題があった。今は全てがコントロール化だ。このアクシデントの後、我々は懸命に取り組んできた。今は問題ない。なお WEC スパの週末は、フォーミュラ E のベルリン E プリも開催されるため、両カテゴリーに参戦しているドライバー中心にラインアップ変更がある。 プジョーのジャン・エリック・ベルニュとストフェル・バンドーンは WEC スパを欠場し、フォーミュラ E に出場。プジョーは93号車をニコ・ミュラーとミケル・イェンセン、94号車をコール・ディレスタ・トロイック・デュバルのドライバー2人体制でエントリーしている。LMGT3 クラスのエントリーリストには、日本のファンにもおなじみの名前が確認できる。 レクサス RCFGT3 を走らせる ASP の78号車のドライバーとして、宮田里友がエントリーしているのだ。宮田はフランス人ブロンズドライバーのアーノルド・ロビンと、同チームで2023年の GT ワールドチャレンジヨーロッパを制したティムール・ボブスラフスキーがチームメートとなる。宮田はこれまでの2戦でドライブしていたケルビン・バンデルリンデに代わってのエントリーだ。 バンデル・リンではニコミューラーの代役として、アプトクプラからフォーミュラ E を走るためだ。宮田にとっては、ピンチヒッターとして急遽ケッセルレーシングのフェラーリ 488GTE ・エボをドライブした昨年の WEC ・富士以来の WEC 参戦となる。宮田は今期 FIAF2 選手権とエルムスに参戦しており、エルムス開幕戦ではいきなりの優勝を飾った。 その他にもイムサのデートな24時間レースに出場するなど世界を舞台に挑戦を続けている。F2 では7月末にスパ・フランコルシャンを走る予定だがひとまず WEC で先にスパを走れるという点でも宮田にとって有益な経験になるだろう。